はい、どうもライム TV のライムです。今回はザクル2でアメリカ横断実況やっていきたいと思います。第2回ですね、やっていきましょう。で、前回はワシントン DC のあれですね、ペンタゴンのとこまでね来たんで、今回は、どうだったかな、ナッシュビルですかねっていうとこまでやっていきたいと思います。やっていきましょう。ということでね、今日も、使っていく車は前回と同じくピックアップトラック、シボレーのシルバラードですね。割とこれ好きなんですよ。なんか走りやすい、決して速い車ではないし、そんなになんだろうな、特別高性能な車でもないですが、まあドライブには向いてるかなって感じですかね。ということでね、やっていきたいと思います。では今日も多分高速道路をねひたすら走っていく感じですね。アメリカといえば高速道路ですね、やっぱね。街ごとのこう、なんだろう、間隔がすごい広いというかね、まあ一般道、普通の下道で行くメリットがあまりないというんでしょうかね。基本的にはもう隣の街に行くには高速道路を使わないといけないぐらい、まあ普通離れてるんで、アメリカは。なんでまあアメリカっつったら高速道路の移動が基本的な、まあ移動手段になるんでしょうかね。まあアメリカに住んでるわけじゃないんでわかんないですけどね。はい。ということでね、はい、まあアメリカ飛行機も発達してますけどね、やっぱ街、隣の街まで行くのに結構距離があるんでね、飛行機とかも割と発達してますが、まあザクル2はね、まあもちろん飛行機もあるんですけど、基本的には車ゲーなんで、まあ自分は一応アメリカ横断実況は全部ね車でやろうと思ってます。さあ、ということで、やっていきましょう。で、まあ、アメリカ横断実況の方はですね、前作のザクルーの時は、全50回でやってたんですけど、多分ザクルー2でね、50回に分けようとすると1本すごく短くなってしまうと思うので、多分10本か、まあ、多くて20本ぐらいになるとは思います。っていうのも、ザクルー2ではですね、まあ、前作と違って観光名所とかそういうのがね、少し減ってしまったというか、まあ、なくなったので、まあなんだろうな、正直なことを言うとあんま見る場所がないという、まあ、ことなんですよ。なのでまああんまり見る場所がないんでね、あちこち行けないんで、まあ基本的にはそのそうね、あんまりだから細かく区切らずに、まあ結構その何もないところはもう普通にただ走って飛ばすって感じでやっていこうかなというふうに思います。やっていきましょう。でナッシュビル結構近いですね。もうあと何キロもないですね。はい。まあ結構その質問とかでもね来るんですけど、ザクル2は1とマップは同じなんですよ。だから正直1で全部行ってしまったといえばそうなんですよ。だからあんまりもうこれ以上行く場所もないといえばない。まあ2で追加された要素はその車とかね、あ、車じゃねえや、飛行機とかボートとかそういうのがね乗れるようになったってことがメインなんで、マップは正直グラフィックとかは良くなってますが、マップはあんま変わってないということなんでね、まあマップこう走っていくのをメインにしてる企画なので、あんまりなんかその前作との変わりがそんなにないかなっていう、グラフィックぐらいだなっていう、まあところはあるかもしれないですけどね。まあただ結構ねアメリカ横断実況やってくださいっていう人もねなかなか多いんで、まあ、人気企画としてね、はい、やっていきたいと思います。でナッシュビルもうすぐ到着ですね。ナッシュビルは何だったかな、何が有名なんだろう。ナッシュビル何が有名なんでしょうかね。わからん。ナッシュビルフライトシミュレーターとかでなんか聞いたことはあるんですよ、そのナッシュビルは。ただ何が有名かはちょっとわかんないですね。調べてくればよかった。今調べるか。さあ、この運転をしながらねスマホをいじる、大丈夫でしょうか。ながら運転、ながら運転な、ながら運転か。いや難しいな、結構頑張ってる今。ナッシュビル、ナッシュビル、お、危ない危ない、ナッシュビル、あった、出てきた。カントリーミュージックとかが有名だそうです。はい、 Google 先生による。
アメリカの音楽の中心地、カントリーミュージック、特にカントリーミュージックで有名。なんか音楽スタジオがいっぱいあるそうですね。はい。で、まあなんか、なんだろう。大学がいっぱいあるんだって。大学とかがね、いっぱいあるそうです。ナッシュビル。音楽が有名で大学がいっぱいある街。うん。なんかこれだけでもう大体なんかわかるね。どういう街か。なるほど、そういう街かと。ということでね、はい。まあザクルね、まあその、実際にアメリカにある町と同じ名前の町があるんでね、まあなんか事前に調べながら行ったらね、なんかどんな町かなっていう風に、まあちょっとね、なんかいいかもしれないですね。はい、旅行気分でね。うん、ということでね、ナッシュビルと、あ、ごめん、ここ違うわ。ここただのなんか、あれだね、インターチェンジにある、なんか、うん、ちょっとした村。ここはナッシュビルではないです。はい。ということでね、ここはちょっと通過していきましょう。おお。夕方っすかね、これね。いやー、やっぱドライブが楽しいね。うん。ただもう前作と同じマップなんで、ちょっとね、飽きが来るのは早いかもしれない。ですね。うん。まあ、セールとかになったら買うのもいいかもしれないですね。うん。まだ買ってないっていう人は。さあ、ナッシュビル到着です。どうかな？音楽っぽいなんかはあるかな？音楽っぽいなんか音楽っぽいなんかってなんだ？うん、なんだろうね。これでもほら、スタジオとかじゃない？音楽スタジオ。違うか？あれは違うか？なんだろうな。普通にマンションとか、オフィスビルって感じだけど。これは音楽スタジオじゃないな。あ、これはこのなんか右のでっかいやつ。止まっちゃった。あ、待って、音楽っぽいなんかあった。ほら。ミュージックショップって書いてある。やっぱ音楽の街なんすかね。ミュージックショップ。へぇ。いいじゃん、いいじゃん。しっかり作られてる。やっぱこれ事前情報があるとね、少し楽しめますね。うん。ここは？ここなんかでっかい、あれですね、ホールみたいなのがありますね。すごいね。なかなかいいじゃないですか。じゃあ、あのガソリンスタンドら辺でね、今日は、まあ終わりましょうか。これ道まっすぐ行くと多分また変なとこ行っちゃうんで、ちょっといい感じのとこでまた、旋回じゃないな。左にね、Uターンしましょう。よし、ここでいいや。あ、すまん。よし。乗り上げてしまった。よし。いやー、いいっすね。なんか、普通に調べてくるとなんか結構面白いね。あー、ごめん。ちょっと待って。難しいね、結構ね。鼻先が長いんだよね、結構。ピックアップは。おー、すまん。あ、これ進まないやつだな。混沌としてる。あ、進む？大丈夫？進むわ。じゃあこのね、ガソリンスタンドで、はい、終わりにしたいと思います。まあ、いつも思うんですけど、あの模型のタミヤのなんかロゴにすごい似てる、ガソリンスタンドですけどね、はい、終わっていきたいと思います。パクリじゃないかってぐらい似てるよ、大丈夫。ということでね、はい、今回この辺で終わりたいと思います。以上、ライム TV のライムがお届けしました。よければチャンネル登録、高評価の方ぜひともよろしくお願いします。アメリカ横断実況第2回でした。次回もお楽しみに。